どうも、こんにちは、ナッチでございます。なんか久々にログインしたからさ、よくわからん画面でできた。プレイを再開するって何？めっちゃ目跡出ましたアップデしてからね、初めて開きます。今ちょっとマップ見てみたら大連続資料が増えてて楽しそうだなって思っちゃったんですけど、今日はタイトルにもある通り、このゲームやめます。大型アップデが入ってこのタイミングでやめる方そういないと思うんですけど、3ヶ月間割と走ってきたこのゲーム、やめます。正確には、11月末の時点でやめてました。で、まあ今日から陣容が登場してるということで、まあ今開いてみたんですけど、半月ぶりに、まあ、ちょっと面白そうだなって思っちゃったけど、やめるわ。モンハン新作発表されたり、まあ大型アップデートが来たりしたけど、やめるわ。なんでやめるかっていうと、まあ理由はね、3つぐらいあるかな。1つ目、ポケモン GO との両立が難しい。もうこれがね、一番でかいですね。今回からその大連続資料がレイドみたいなシステムになってて、まあ今までだったら、ポケモン GO のそのレイドとか、目的地に行くついでに、道中にいるモンスターを狩るって感じでやってたんですけど、もう今回からはさ、こっちも、その狙った場所に行かないといけなくなったと。陣容が倒したければね。二つ目の理由は、ナイアンが正体を表しつつある。先月末のね、ディアブロス、末だったかな？先月の、ディアブロス足のイベント、大きなサーバーエラーがありましたね。で、そのサーバーエラーのお詫びとポケモン GO のイベントが重なっちゃって、まあ、そのお詫びができなかったんですよ。まあそんなんポケ GO やってるお前が悪いだろって言われたらまあそうなんですけど、ナイアンティックは週末にイベントしたがるんで、大抵被っちゃうんですよね、イベントが。まあそれも一つの理由なんですけど、まあその大きなサーバーエラーがあった時の、まあ対応がポケモン GO よりは良かったとてですよ。最初はね、結構良かったんだけど、モンハンナウでもね、ナイアンティックの正体というか、実態がね、ポケモン GO で散々見てきた実態がね、現れ始めてて、まあ、やっぱちょっとね、モンハンでもこの運営に振り回されたくないと。まあそれもやっぱ理由ですよね。ポケモン GO もゲームはいいんですよ。言ってしまおう、ナイアンは良くない。っていうのがまあ二つ目の理由ですね。で、最後の三つ目の理由が、僕はモンハンをね、一人でやりたい人間なんですよ。大抵の方って、まあ、マルチ、野良に行った方が楽だとか、いうね、考えをお持ちというか、まあ、絶対そっちの方がいいんですけど、身内とね、友達と仲良くやる分だったらいいんですけど、僕は野良の部屋に潜るぐらいだったらアイルーと、ひそひそと、飼っていたい人間でして、ただナイアンティックは、ワイワイやってほしいっていう運営なんですよ。だからま、今回の大連続資料もね、まあ、レイドシステムみたいな感じで、複数の、ユーザーと協力しましょうっていう感じなんですけど、まあモンハンナウとポケモン GO はまだね、マルチって言ってもまあ数分ですし、まあ会話する機能とかもないので、まあそんなに抵抗感があるわけではないんですけど、ポケモン GO とか今更だよねお前レイドに抵抗感あったんかいってね。ポケモン GO はまあそんなこと思わないんですけど、まあそのプレイスタイルがね、ちょっとね、僕に合ってなかったということで、このゲームをね、やめます。なんでまあ10本行くか行かないかぐらいの動画出してきましたけど、今回がモンハンナウ最終回ということで、まあ、気が変わってどっかで復帰するかもしれませんけど、一旦アプリは消します。アイルが毎朝毎晩ね、通知を飛ばしてきてね、鬱陶しいというか申し訳なくなるんですよ。あれ、人が行こうにゃとか言ってくるからさ、申し訳ねえからさ、もうあのアイルにアプリも消します。もうあともう一個理由ありました。職質されます。これはガチ。もうジャイロでね、防眼使ってる以上絶対ね、何回かある、今後も。別に悪いことはしてないんですよ、何も。だけどちょっとパトカーとかさ、その警察の目が気になっちゃうねっていう。で、なんかそのさ、嫌がる動きしたら向こうもさ、なんだあいつってなるじゃん。で、職質されますみたいな。この前職質受けた時は、初体験だったんで、まあ、あ、こんな感じなんだって思いながら受けてましたけど、あれ結構時間かかるんで、何度もこれからあると思うと、ちょっと心が折れるというか、まあ、警察の方は僕が薬やってるように見えたらしいんですけどね細身の人間結構標的にされやすいらしいですよ。というわけで、あのね、まあ、最後に陣容がやってみようとか特にないんですけど、やってみる。ちょうど今家にいるんですよね。でもこれってさ、なでも氷弱点が集中してんのか。最後に陣容が勝ってみるか。ケーブルをつなげながらだとうまく撮影できそうにないんで、一回画面止めて。これ大連続資料さ、多分さ、武器変えれないじゃん。防眼そもそもあかんくないって思うんですけど、これ。そういった意味でもさ、防眼不利じゃないっていうね。まあ、それもちょっとやめたくなった原因ではありますよね。まあ、一応、ディアブロスと陣容が氷弱点ということで。ラドバルキン初見です、ちなみに。バクバル初見です。やってみよう。
治療始める。待って、久々すぎてやばい。どうやってやんだっけ。後ろ何があった。キャトルミューティレーションされそうな、なんかあるけど。うわ待って、これ下方修正入ったんだっけ、防眼で。なんか弱く感じる。そうか、今までよりちょっと弱くなっちゃってんだもんね。パオルムなんかにあれを使ってる暇はない。 SP を使ってる暇はない。 SP ってこれ継続なのかな。さあ落としまして、こいつって別に頭が柔らかいわけじゃないんだよね。跳ねるよね。よけれず。これ本当にあれか、制限時間もそのまんまで単純、ちょっと処理落ちすんな。制限時間もそのまんまで単純に5連戦するだけって感じかな。ベリオロスの武器とか考察したんすけどね、見る前に終わっちゃったわ。あんのかな武器。さあまずは1体目倒していく。武器を変える時間があるのであればまだいいんだけど、まあ、素材はこれだいぶ集めやすいですね。じゃあネクストモンスター、変えれなさそうですね。あ、変えれるやん、優しいじゃねえかよ。さあバクバロ、こいつは僕はあの、いや柔らかすぎる。レウスバスターが強すぎじゃあウルムもレウスバスターでよかったじゃねえかよ。弱っ。なんだなんだ、武器変えれるんだったらまあいいっすね。本当にあれかこれ、たくさん倒さんと人妖怪に会えないみたいなシステムか。今度は氷ね。氷はこれ。レッツゴー。ラドブルキン、こんにちは。ごめんです。ちょっとこっから、星が上がってるんで、SP 使おうか。お前もっとさ、V 破壊ポロポロ発生するもんだろ。お前殴ったらさ、転倒しなかった。その時に。その辺変わってます?硬えな。すごい硬えな。壊れた。これでちょっと柔らか、あ、だいぶ柔らかいですね。かなり柔らかいですね。ちょっと回るやつじゃない?ドーナツだよね。ドーナツそんな接近してくるんだ。何をしとるかわからん。方向か。これあれっすね。回復とかもだいぶ消費が激しいっすね、じゃあ。今まではさ、ちょっと被弾したら、まあ、フィールドで回復するとかも選択が取れたんですけど、大連続はね、続けるしかないもんね、やめるか。危な!ラドブルキン倒しました。次、ディアブロね。まあ、こっから武器変えなくていいんでね。ディアブロスはね、半月前ですけど、散々倒しましたから、回してください。これはもうおとなしく撃っちゃう。ダメージがえぐいよ。当たるかな?当たるからやってんだろうな、きっと。潜る。止めることはできてない。こいつ結構飛び出してくんのガバガバっすよね。あ、ちゃっかり BGM が変わってる。大連続専用の BGM があるんですね。さあ、神妖怪さん。初見、星7。7っすよ。7って結構っすよ。8は勝てる気しないですからね。おう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 。登場のムービーガール。ちゃんとワールド仕様の神妖怪ですね。かっこいいじゃないの。さあ、このまんまいっちゃいます。つまり、じゃあ前足が柔らかいのかな?ワールド仕様ってことは。これはジャスト回避。お前の動きはさすがにわかるぜ。あー、そうやって溜めるんだ。柔らかくねえな、別に。後ろ足か、まさか。後ろ足も柔らかくない。最初からチャージしてないのナメプじゃないと思ったけど。そうか。
お前スタイリッシュにチャージして、しかもあれができるもんな、落雷が発生するもんな。三段はなるべく近距離で撃つ。ああ、それにあれがあるんですね、方向の判定が。チポピターン、うん、どこ行くんどこ行くん見えない何かを見てるぞあいつ。マルチ推奨だが、人、え、待って、事故に呼ぼう、勝てんやんこれ。全然届いてねえし。あー、突っ込んでくるね。いやー、避けれんのかい。勝てん、マルチ前提ってこと、こいつ強さ。普通星ならって勝てるよね、弱体化を受けたとはいえ。そういうことか、お前花からちょっと強いってことか、設定が。ああ、ガンダッシュガンダッシュ、もう実質勝ちだろこんな。あんなガン逃げしてるモンスターに負けたって言われたくねえぞ。 SP を貯めてたとしてもだよな、これなんかプレイでさ、どうこうできるあれじゃなかったんだよね。ここで下がるのかな、またこのチャージはあれで。これなんで前足硬いのこんなに。もうどんどん SP 打って、これがね、意外とね、ガバガバなんだよね。全然こっち来ないんだよね。全然来ない。641。なんかクソ柔らかい部位があるな。小顔なんだって、この人。それあかんでしょ。それあかんでしょ、マジで。ダメージはさ、そうでもないんよね。ダメージはそうでもないってとこ見ると、体力はやっぱ盛られてんのかな。いやー、ちょっとこれ SP2 発打ってみるか。今回貯めますわ。僕はね、やっぱりね、このね、ギアナのライトボーガンが強いとは思えないんだよね。すごい、なんか今時間あったな。時間切れたから結構打てたな。じゃ、この映像いいってスキップさせてよ。次はいけるはず。知らんけど。開幕 SP により。ここで、そう、顔に絶対当てないといけない。これは避けて、で、下がっていくから、あー、ここで打たんでもよかったか。うわー、外したわ、終わったわ、お疲れ。はい、ということで、陣容が勝てずに終了ということで。で、一回はね、勝ちたかったんですけど、と思ったら、また家の横に、今出てきましたね。しかも星6なんで、これは勝てるんじゃないかな。ちょっと距離が遠いとか言ってるんですけど、もうお散歩玉も使っていいだろ。おい、触り直さんといかんのかい、これ。は？うわ、キモい。レイドパスみたいになるんだ、これ。しかも結構高いし。でもね、めちゃくちゃジェムあんの。これ残して引退するのはちょっと悔しいよね。誰かにあげたいわ。2万8000もあるもん。これに勝って終わろう。このゲームでお別れしよう。ちょっと楽しいと思っちゃったけど、実際やるとね、楽しいと思っちゃうけど、ポケボーがおろそかになっちゃうのは良くないので、やっぱり。お疲れ。お前水やな。そのまんま行くぞ。600とか入ってたからね、ジオが自体、ダメージは入ってたよね、やっぱり。まあ一番氷を強化してあるっていうのがあるんだけど、ディアブラ足が怖すぎてめっちゃ強化したんですよね。ギルオスさようなら。むっちゃ水やん、これ。すごいな。ジャナフまで水だと弱点。水嫌いが集っている。いやー、弱くなってる気がする、ボウガン。なんか、ボウガンがさ、弱くなった理由はさ、スキルを揃えると、簡単に快適に枯れてしまうためとか言っとったけどさ、3？ なんで3も落ちた？快適に枯れてしまうためじゃねえよって思わん？お前らが用意したんだろう。そういうとこですよ、本当に。ライアンかカプコンがどっちが調整しとるか知らんけどさ、その、ゲームバランスの方はね。用意しとったものを使ってさ、快適に枯れちゃうからちょっとナーフするわは意味わからんよね。
意図してない挙動とかだったらまだしもさ、用意されたものをね歩いてさ、時には金を払い報酬を増やし作ったのにそれが弱くされる。さよなら。星6なら勝てるっしょ。これ実際まだモチベあったら泣いてましたよ絶対。星7陣王がソロじゃ勝てねえのかよって絶対泣いてました。しかも勝てなかったら勝てなかったであのチケットを失うってことでしょ。悲しいお話。さあ行きましょう。もう多分ねチャージまでの行動固定なんだよね。ここの噛みつき固定でしょ。で飛んでってまたでバックしてからまた近寄ってきて、でやっぱ後ろ足柔らかくなくてお前いちいち距離取んなよ、ずるいだろう。打つわ。はい、はい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 、私の SP は今どこに消えたんです。明らかに爆風は見えたんだけどダメージなかったよね。おい、ジンヨガの攻撃で消えることがありますっていうパターン、もしくはナイアンがやってるパターン、どっちだい。いやダメっすね。ジンヨガならまだ3段これ使えるんじゃないとか僕言ってましたけど、アップデ前の動画ではこいつがだいぶ距離取ってくるわ。めちゃ吠えるわ。待て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 、時間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 、3段3段3段、おいおいおい、残列だからこれ無理じゃない。うわー、よくないとこ出たってか、絶対 SP が当たっとったら勝てとってやろうが、どこ行ったんだってあの SP。 僕が悪かったのあれ、どっちなん。僕が悪かったらごめん、悪いことした自覚ねえけどごめん。あそこで SP 打っても当たらんよっていう仕様なんだとしたらごめん。ここで打つわ、迎え撃つわ。おいおいおい、ちょっとねこの方向の頻度ずるいっすよね。でこの距離の取り方ずるいっすよね。ああだいぶいい、だいぶダメージがいい。でもこんだけ離れちゃう、広すぎだろ方向、絶対聞こえてない。オーバーリアクションハンターさん、あ、そうだ、ジャスト回避すると弾が1個増えるんでしたね。といってこれも回避する意味はないんだよ、わざわざ待つほどあれなんだよ。おい、吠えすぎ。弾が1周分というかさ、この例えば残列弾だったら3つ装填されるよとかだったらジャスト回避をね、結構尻尾柔らか狙っていく必要というか、どんどん狙ってってもいいんですけど。ちょ、待て待て待て、なんでこんなギリ、え、何、すごい時間差で壊れたけど、しんどいって。これは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 しんどいって。コンプリートだけ、特になんか別の報酬とかあるわけじゃない。最初で最後の陣容がでございました。強い、星6でも危ねえもん。まあ、ちょっと、半月やってなかったっていうブランクはあるけど、あの、好きなモンスターにヘイト貯めたくないんで、このアプリとはお別れしたいと思います。というわけで以上、ナッツでございました。3ヶ月ありがとう。バイバイ。